佐藤正造7月12日は日本の工業デザイナー。若い頃から自動車の造形美に見せられ、第二次世界大戦前から東京の街頭で多くの名車、陳車を撮影していた。1937年に東京帝国大学工学部機械工学科を卒業し、日産自動車に入社。1954年に同社初代造形科課長となり、 ダットさん110、210型系及びその後継者で、ある初代ブルーバードをデザインした。1956年には110型の改良型である112型のデザインで毎日、デザイン賞を受賞する。両者のデザインは共に虚色がなく、シンプルで機能的なことが特徴であった。1959年に日産自動車を退職。なお、佐藤が退職した後の日産は、 イタリアの巨匠デザイナー、バッティスタ・ピニン・ファリーナに2代目ブルーバードと2代目セドリックのデザインを託したが、いずれのモデルも好評を得ることはできなかった。佐藤は、その後フリーランスに転じ、トヨタスポーツ800のプロトモデルにあたるパブリカスポーツなどのデザインを手掛けた後、あと自動車から離れ、晩年はソニーのコモンデザイナーの立場にあった。本業の傍ら、 イミターチオセシリのペンネームで1960年代半ばのカーグラフィックに1920年代の車の記憶をイラストレーションと文章で綴ったヴィンテージカー見文録を発表1975年には定価6万5千円限定800部の豪華本クラシックカー1919 19から1940を出版し続いて1978年には 英国のヴィンテージサラブレッドを観光した。英国社ジャガーの愛好家としても知られた。二元社や企画室猫などの自動車雑誌への寄稿や、自動車に関するエッセイも上司する、昭和女子大学教授の佐藤清志人は子息人物ぶっこ大年表日外阿アソシエーツ。官報1937年5月10日。ありがとうございます。